どうも、ナツメグです。どうも、なるみです。お便りがいっぱい来ております。はい、いきます。うん、ラジオネーム富雄さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なるみさん、ナツメグさん、こんにちは。ボイシーで出会ってからすっかりハマってしまい、今日740話すべて聞き終わったのでお便りデビューです。おお、すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人は新しいブログやポッドキャストなどシリーズもののコンテンツに遭遇した際、新しい順と古い順どちらから聞き始めますか？私は特に考えず新しい順に聞いていましたが、聞き進めるにつれてゲストの話やマムシの話、週14回ココイチの話、そして第1話夏目くさんのパー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 に到着した時は伏線が回収されるようで非常に気持ちよくなりました。確かにね、うん、今はシャトルランの折り返しのように1話から古い順に聞いていますが、今度はお二人のトークや編集の進化、そして世の中の変化をなぞるように楽しみたいと思います。お二人は新しい順と古い順どちらかこだわりがあれば話していただけると嬉しいです。ラジオネームとみおさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ほいほい、すごい嬉しいですね。740、ありがとうございます。すごいっすね。最後まで行ったんですね、うん、はいはい。でどっちから聞きますかって、なるみさんどっち派すか？僕やっぱちょっと気になったなーってぐらいだと新しいのからどんどん古い方に行くんですよね。で例えばもしどんぐりの場合だと700個くらいあると多分30ぐらいは新しいから古い方に遡って、あ、これいいかも合ってるかもと思ったら一点古い方からしっかりと聞いていくみたいな、そういった感じかなって気がする。うん、僕もかなりそっちっすね。うん、かなりそっちかな。うん、でちょっと派生というかあるとしたら、例えばじゃあどんぐりは違うけど、じゃあリビルドで気に入ったらヒゲポンさんいいなと思ったらヒゲポンさんを聞いてみるとか。確かにね、あのリビルドの場合僕タイトルを見てつまみ食いって感じですね、うんうん、あんま時系列に聞かなくても大丈夫だもんね。なんかね、まあどんぐりも比較的 ね、まあ、時系列、時系列関係ないわ、うん、ただ昔のことたまに話したりするから、うん、昔から聞いてった方がまあ一応話は通るのがね。そうですね。ちなみにリビルドの話出たのでついでに言っちゃうと、うん、前出た309話のコウスケさんっていう人の回をちょっと面白いんで今度なるみさん聞いてみてください。はいはい。これ何が面白いかというと、うん、このコウスケさんって人を宮川さんの大学時代の同級生で、昔の話とか結構今回ね、なんだろうな、宮川さんがどう思ってるかとかを、うん、このコウスケさんを言語化したい人で、結構宮川さんに質問してるんでいっぱい宮川さん喋ってくれて楽しい。リビルドの最新回、まあちょっと最新かどうかは分からないですけど、はいはい、309話、ね、ここ最近の309話、うん、あんま自分語りしないわけだから珍しいってことか。そうそう、結構ね、大きい会社だと何がいいとか、ちっちゃい会社だと何がいいとかから始まり、趣味があるのがいいとか、うんうん、アメリカだと何がいいとかっていうのを宮川さんが言語化してくれてるんで面白いんで、ぜひ聞いてみてください。はい、聞いてみます後で。はい、で順番でいくかっていう話ですね。うん、僕も一緒ですね。ハマってるなと思ったら最初からいくかな。うん、だからあれだね、最初から行くっていうに決めたものは好きなものかもしれないですね。うんうん、なんか例えばジャンプとかでなんか最新話読んで、ちょっと前も読んでみて面白かったら単行本1から行こうかなみたいな。いや、そうっすよね、うん、だってそれでワンピース、あの和の国編読んで面白くて、じゃあ1個戻って1個戻ってってやるとなんかちょっと面白さまあそれは面白いんだけど、あれでしょう、キングダムだもん。そうだよね、逆に読んでっても面白いのかな、もしかしたら。そう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 、いや僕キングダム確かにやっちゃいますけど、あれ逆に走ってんぞみたいなでキングダムとか、うん、あれで結局なんだっけなんかテネットみたいになるからなるからなる。もういや、ちゃちゃちゃでも、うん、で僕それでキングダムでいつも1話行くと、もうまた60読むのみたいな前も話したけどそうなんだよね。そうそうそう、まあ、でもやっぱ基本やっぱ古い方から新しい方行った方がいいんじゃないかなって気がするけどね。うん、なんかちょっとその、うん、新しいのを見てから1話とか聞くと、なんだろうな、最新刊知ってるマウンティングじゃないけど、うん、ああまだその話してるのね、はいはいって気分で聞けません？うん、あるあるあるでもあれだよな、700話あるとさ、1から聞くだけでも半年くらいかかるから、最新話を毎回抑えつつ昔から聞くのがいいのかね、バランス的には。うんうん、いい気がする。こういうブログの方、ポッドキャストそういうやつはね、うん、キングダムで1話から読みながら最新話見ちゃうとさ、また何か破綻する気がするからさ。そうっすね、うん、いやいやいや、まあでもちょっとこのね、なんか伏線回収っぽいっていうのはわかるし面白いですね。うん、僕らは当たり前のように話してるけど聞いてない人もいるわけですよ、昔の話を ね当然。でも別に聞いてなくてもいいけどね。まあね、そんな大事なことじゃないから。そうそう、なんで始めましたかって、あの200回目ぐらいの、何がきっかけでポッドキャスト始めましたかってもう聞いてくれてもいいしね、うん、そういいと思います。
で、ちなみにリビルドのさっき話したのですが、どんぐり聞いてリビルドを聞きましたっていうのをツイッターで発信していただけるととてもとても喜ぶ人たちが多いのでぜひね、どんぐりで言ってたやつこれかってツイートしていただけると嬉しいです。どんぐりからリビルドに送客するっていう、もうあってはならないことですからねIT とかわからない人間でも楽しかったですみたいなのね、こうツイートしてくれると自然の摂理としてありえない話ですから、ぜひツイートしてほしいですね。はい、ぜひぜひいや、すでに聞いてると思うけど、どんぐり FM。 続きましてお便りをもう一個読んでいいですか。はい、お願いします。はい、ラジオネーム太郎次郎さん、東京都の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく聞いております。先日甲子園の応援のお話をされた回で、吹奏楽部出身の私としてはどうしても気になるところがあり、お便りを書きました。お、怒られんぞこの出だしはこれね 100% クレームですよ。これもう怒られんぞ。あの部下にね、これ全然お便り無視してますけど、部下にちょっと大事な話がっていうスラック来た時と同じ気配がするそうだねやめるぞそれはいきます。お二人がブラスバンドと表現していたものは、実は厳密には吹奏楽とは異なります。ブラスバンドはトランペットやトロンボーンなど管楽器が、何これ、金管楽器って読むの、金管楽器のみで構成される音楽楽団を指します。一方で吹奏楽は金管楽器だけではなく、クラリネットやフルートなどの木管楽器も含む管楽器全般により構成される音楽楽団を指します。私は高校時代に吹奏楽部に所属しており、よく商店街の行事などで演奏しておりましたが、その際に商店街の方が用意したステージの脇に何々高校ブラスバンド部と縦看板が書かれてたことがあり、顧問の先生がとても怒っていたことを覚えています。ほら、かっこそれなりに強豪校だったこともあり、とても厳格な指導される先生でした。吹奏楽もしくはブラスバンド未経験の方からするとどちらでもいい話だと思いますが、ちょっとした豆知識的に覚えていただきつつ使い分けていただけたら、その先生も報われるかなと思い、このお便りをお送りしました。ちなみに金管楽器はマウスピースを口に当てて息を吹き込みながら唇を震わせて音を鳴らす楽器のこと。へえ。木管楽器は唇を震わせずに息を吹き込むだけの楽器のことを指します。これからも配信楽しみにしております。ラジオネーム太郎次郎さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またやらかしましたね、はい、これねまず謝罪と訂正で、ブラスバンドではなく、ちゃどっちなの、あのパーパーパーパパやってる人たちは誰なの。じゃあ、あれはパー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 はやつはブラスバンドなんですけど、あの、うん、吹奏楽とごっちゃにして呼ぶなと。え、じゃあちょっと待って、もう一回明徳義塾のあのグランドでじゃないや、外野席で応援してる人たちは誰なの。ブラスバンドですか。ブラスバンド本当にこれで間違えてたらもうあの太郎次郎さんにぶん殴られるよ顧問にも殴られると思うんだけど、顧問殴られるえ、つまり あれですよ、僕らはブラスバンドと吹奏楽同じ意味でごっちゃにして呼んでたじゃん、うん、あれはブラスバンドオンリーだってことを強調すればいいんだよね。吹奏楽は全く違うものだと。なるほどね、うん、じゃあ応援してるのはブラスバンド部で、吹奏楽部ではありません。ありませんでした、うん、大変申し訳ございませんが正しい。太郎次郎さん、顧問の先生の方すいませんでしたすいませんでした。そうだよね、やっぱなんか吹奏楽部じゃない、僕も高校結構なんかいろいろ強かったんですけど、うん、吹奏楽部は行ってなかった気がするんだよな。いや、僕は完全にブラスバンドを和訳すると吹奏楽だと思ってたんだけど、別物なんですね、うんうん、でも僕の中だとブラスバンド部なんか踊ってた気がするけど、あれは多分チアリーディング部とかとごっちゃになってるなまたさよりだまた別のクレームを生むからなんか一緒に踊ってた気がするんだけどな、チアの人が。それもまた違う。違う、全然違う。楽器の種類違いだって言ってるから。そうか、うん。ブラスバンド部は踊らないですって、ブラスバンド部の方から来ちゃう。うん、そうか。なるほどね。まあでもね、これね、申し訳ない。わかる。あれでしょ、僕ラグビーやってたんで。アメフトとどう違うのと。アメフトとっていうね。うん、そうそうそう。それな、確かに。いや確かに、あるかもしれないですね。なんか、大谷とダルビッシュってどう違うのみたいな。うん。まあやっぱそれ詳しい人だったらちゃんと訂正したくなるよね。え、でも海外で日本人で野球やってんでしょ。同じかダメ、そこ訂正しに来てよポッドキャストとボイシー一緒でしょっていうのもありますね。ああ、まあ確かにそういうのと近いかもね。うん、まあわからないよな、確かにな。両方ヒゲ濃いしみたいな。待っていや、岡田さんもボイシーはヒゲ濃いけどポッドキャストはヒゲ濃くない誰だよってなるじゃん、ポッドキャストそっかそっか、うん、擬人化できないからそっか、うん、ボイシーはヒゲ濃いんだ。ボイシーはヒゲ濃いですよ。そっか、
まあでもなんか例えばやっぱ報道とかよく見るとさ、外野席にルパスバンド部とは言ってるけど吹奏楽部とは言ってないかもしれないね、うん、その定義がちゃんとしてると思う。怒られるからやっぱそうだよね、うん、大変申し訳ございませんでした。はい、改札と表札以外の謝罪ですこれそうだ、うん、僕ちょっと僕からのクレームだと、うん、あのパー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 ポの回の時に、では最後になるみさんが好きなあの口ずさみますって言って、タタ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 で終わったよ。なんか一人でパーパーパーポやるのもなと思って無難に編集したわ。無難じゃない、入れてよ。うん、家で一人であれ続き入れんのもなっていう気分になったわ。一夜明けると。あれ言ってほしかった。うん、いやあのこういった訂正のクレームは本当大歓迎なので、はい、おやと思ったらちょっと待って待って、それ言っちゃうと本当にいっぱい来ちゃうけど、改札とか本当に来てたんだけど、うん、あのいいじゃん、まあどんな流路で来るかだよな。そうそう、台本もさ何にも決めてないんだから、まあまあ適当に喋っちゃっていいじゃん、それが音声じゃダメ、ダメでしょ、だいいでしょ。はい、いやいやいや、顧問の先生はマジで怒ってたからさ、確かに怒りで震えてたって言ってるからね。確かに、じゃあブラスバンドと吹奏楽は違うものです、違いますと。はい、で踊ってるのはマーチングだし一緒にすんなと。そうね、太郎次郎さんありがとうございました。ありがとうございました。